次に桜内文樹君。はい、桜内文樹君。はい、日本維新の会の桜内文樹です。本日は、国際的な、取引に関する、課税ということについて、やや技術的ではありますけれども、いくつか、尋ねてまいります。まず、この委員会でも一度、質疑させていただいたことはありますけれども、最近ですね、やはりインターネットの発達というのもありまして、いわゆる電子書籍ですとか、それから音楽、コンテンツのダウンロード、それから、最近では、映画もですね、ダウンロードが可能となってきておりまして、その市場が大変拡大しておると、もう急拡大してきています。じゃあ、その場合、基本的に、じゃあ消費税がどうかかっていくのか、課税されていくのかといいますと、もしその事業者が、例えば、大手で言いますと、アップルの iTunes って大変、世界的にも大きな、音楽配信の会社ありますけれども、あるいは、Amazon ですとか、Google っていうところも、先般の今週の報道では、定額の音楽が聴けるサービスを提供するということなんですけれども、これもちろん有料ですので、取引が発生するわけですけれども、その事業者が基本的に外国にありますと、消費税の課税の問題という意味で言えば、国外取引ということで、日本の消費税がかかってこないということになっております。で、一方で日本にも似たような事業をやっている会社はあるわけなんですけれども、その場合、日本国内の取引、ということになりますので、消費税がかかってきます。もちろん日本の会社であったとしても、例えば楽天とかはですね、カナダの、そういった、書籍コンテンツなりの会社、システムを買って買収してですね、基本的に事業は そこで行っているということでもあるわけですけれども、やはりこれから消費税が 8% そして 10% に上がっていくというときに、消費者に対して、小売価格といいますか、それが 10% 乗ってるか乗ってないかというのは大変大きな、競争力の差にもなってくるわけです。私が、たまたま娘の学校が一緒で知り合いの、そういった事業をやってらっしゃる会社の社長さんがいるんですけども、その方に聞きますと、本当にもう真剣に日本から脱出して、本社機能、そういった、特に電子書籍なりの、サーバーおよび業務をもう外国に移管するしかないんじゃないかと、これ真剣に経営上の悩みとして抱えていらっしゃいます。ですので、これ問題2つあると思います。日本の産業が空洞化してしまうんじゃないかという恐れ、それと、日本国内でこれだけ の売り上げを上げてて、アマゾンの日本支社というか、日本のこれはアメリカの有価証券報告取引所で、の中で開示されたらしいんですけども、7300億円も売り上げがあって、もちろんそれは物品とかも含む話なので、ダウンロードがどのぐらいあるかはまだ分かりませんけれども、とにかくこうやって市場を拡大していく中で、こういった格差ですとか、課税の公平というのをどう確保していかれるおつもりなのか、お尋ねいたします。山口財務副大臣。お答えをさせていただきます。前にも先生の方から同趣旨のご質問があったわけでございますが、今お話がありましたように、現在我が国の消費税制度では、海外からのインターネット等を通じたサービスの提供等は国外取引というふうなことで整理をされておりますので、消費税は課されておりません。国境を越えたさまざまな取引が非常にこう活発化してきておるわけですが、そういった中で消費税の課税のあり方をこの際しっかりやっていくと、検討していくということは本当に大事な課題であろうと認識をいたしております。消費税の課税のあり方を検討する際には、経済活動に対する中立性の確保、国内外の事業者の事務負担に与える影響、適正公平な課税の確保など幅広い観点から、実務の実態、国際的な議論の動向等も踏まえながら検討を行っていく必要があろうかと思っております。確かにお話のとおり、消費税 10% ともなりますと、
決して無視のできないようなかなり大きな数字というふうになってまいりますので、しっかり検討していきたいと思っております。桜内文幸君。はい、もちろんしっかりと検討していただきたい、ということで申し上げているんですが、もういよいよ来年の、春にも 8% に上がる、まあ、予定といいますか、まあ、見込みでもあります。これやっぱり立法論としてもですね、対応を急ぐ必要があると思っております。もし今この国会で仮にですよ、まあ、その外国の事業者を登録制にするとか、まあ、消費税のためだけというわけじゃないですけれども、まあ、EU 型といいますか、まあ、そういった立法論も含めて考えていくとすれば、本来であれば今国会中にですね、しっかりともう条文化した、法案を本来提出されるべきであったと私は考えております。それがちょっと対応が遅すぎるのではないかということを指摘しておきます。今後の方向性について、まあ、しっかりと検討するとはおっしゃいましたけれども、何か具体的な方向性とかお考えになっているのはありますでしょうか。麻生大臣。これは桜井先生、これ日本の話をされましたけれども、これは問題はですね、海外の方がよほど深刻なんですよ。アマゾン・ドット・カムとか言われましたけどね、スターバックスにしてもね、何にしてもみんなそうですから。もう一番の問題はね、税金が日本に入ってないって話じゃないんですよ。どこにも入ってない。そこが問題なんですよ。しかもそれは合法的。これは脱税だっていうのはやり方ありますよ。合法的にできているというのはね、明らかに各国の財務大臣に責任があるんじゃないかと。これが OECD で私どもが、日本が出した提案です。これに対してドイツとかイギリスはボッとそれに乗ってきて、これ検討することになっているんですが、もう一つ問題がある。それはこういうのがまかり通るとね、払ってる方がバカらしくなってくるんですよ。なんだこれと。俺もじゃあということになって、やれいろんな有名なケイマン諸島だなんだかいろんなのが出てきますけれども、そういったところに行っていくことになると、これはもともとはヨーロッパで起きてるスタートしてるんだから、そこらのところのこの間のキプロスの話にしてもですよ、みんな同じじゃないかと。そっちで何とかするのが当たり前じゃないかということになって、ワンワンこの間の5月の会議ではそれが非常に大きな議題になりつなりました。でこれは今までは言っても乗ってこなかったの、これ一国だけはできませんので、こういったようなことをきちんとやっていくというのが大事なんで、ただその人たちが納めているかないいくら納めているのか知りませんが、そのなんとか諸島において入っているお金がなくなることになりますから、それはいろんな意味の問題は起きますよ。その点に関してはしかし払うべきものはきちんと払う、どっかでというところが一番肝心なルールの作り方かなと私どもそう思って、これはスタートするのがこの間の G7 でやっと議題に上がってみんなでという話になりつつあるというところまで来ております。桜内文幸君。ありがとうございます。ぜひですね、その G7、まあ、それから、まあ、OECD の租税委員会とありますので、まあ、そういった場でこれ日本一国がやってどうこうなるものじゃないというのはまさに大臣おっしゃる通りでありますので、ここはまあ、ある種、まあ、税というのは国家主権にも関わる問題ではありますけれども、まさに国際的にしっかりと、した制度設計をしていく必要があろうと思っております。で、まあ、今最初の問題に戻りますと、まあ、消費税につきましては本当来年から8% になるですとか、まあ、そういった方向性になっておりますので、こちらはもっと早めにですね一歩進めて、ぜひ、立法の、まあ、具体案の検討というのを、財務省としても進めていただきたいということを要望しておきます。で、その、まあ、関係ではありますけれども、まあ、消費税の課税というのが輸入貨物に対して、かかることになっておるわけですけれども、これはちゃんとしっかりと補足できているのか、ということであります。今、結構小口のですね、通販ですとか、外国から買う場合があります。実際私今手にしておりますこのカシオの、時計ですけれども、これまあ、日本製といいますか、まあ、カシオなんですけれども、外国で生産してで、外国でしか売ってないみたいなものがあったりしまして、まあ、それは通販で買うわけですけれども、消費税が輸入貨物としてしっかりと まあ、課税されているのか、どうもそうじゃない部分もあるんじゃないのかなという疑念を感じるところがないわけじゃないんですけども、その辺
まあ、これ関税局の話になるわけですけども、税関でもって、しっかりと把握して、まあ、課税していくということなんですけども、どの程度ちゃんと補足できているのかもちろん、補足できたもののみが、まあ、数字として上がってくるわけですので、補足できていないのはいくらあるのかってなかなか、これは把握もできていないでしょうけども、 どんな感じで実際のところを施行されているのかというところをご説明いただけますでしょうか。財務省後藤大臣官房参事官、はい、お答えいたします。ワクの場合、個人の電子商取引によるものであれ、まあ、日本に到着した貨物は保税地域に搬入された後に税関に輸入申告が行われまして、まあ、関税消費税等が納付された後に輸入許可を行うこととしております。また一部の国際郵便貨物につきましては、この国際郵便局に搬入された後に、まあ、税関の職員が税関で、まあ、関税消費税等を付加決定いたしまして、まあ、当該郵便物の名当人に交付する際に、まあ、関税消費税を徴収するということとしております。まあ、このように輸入貨物に対する関税消費税は適当に徴収しているところでございまして、今後とも引き続きしっかりと取り組んでいきたいと思っております。桜内文樹君。ありがとうございます。まあ、これ、まあ、関税局といいますか、本当に大事な部分だと思います。まあ、ただこれからどんどん小口のものですとかも増えてくるでしょうし、なかなかすべてを把握するというのも大変かとは思うんですけれども、しっかりと取り組んでいただきたいと考えております。で、今まで消費税についてお伺いしてきたんですけれども、次は所得課税について、国際的な取引に関する所得課税についてお尋ねをいたします。まあ、私自身国際租税課で係長をやったこともあるんですけれども、まあ、本当に ややこしい世界でありまして、今度租税条約も国会に出てくるそうですけれども、まあ、その中で、まあ、所得の帰属をどう判定するかという、まあ、その、まあ、要件としまして、PE とよく言われます恒久的施設、パーマネントエスタブリッシメントというのが概念としてあるわけですけれども、まあ、これがやはりこの電子商取引なりが発達してきた場合ですね、その認定というものが やっぱり時代にそぐわなくなってきているところがあろうかと思います。まあ、日米租税条約を、まあ、例えば引用しますと、PE というのは、まあ、事業を行う一定の場所であって、企業がその、事業の全部または一部を行っている場所というふうにあるんですが、例えばこれまた電子商取引でですね、まあ、例えばアマゾン .co.jp という、まあ、日本の、まあ、支社みたいなものですかね、あるわけですけれども、まあ、マーケティングとか実際の取引というのはインターネットのウェブ上で行いますので、まあ、取引自体、まあ、先ほどの、まあ、消費税の問題と同じようなことが起こるわけですけれども、実際のその、日本での売り上げがアマゾンの場合7300億円あるわけですよ。これは、日本の当局というよりもアメリカの有価証券報告書でですね、ニューヨークの、で開示されたものだそうなんですけれども、まあ、日本ではその売り上げの規模すら実はちゃんと把握もできていなかったりするわけです。で、しかしですね、日本国内でその7300億円も売り上げのある企業に対して、まあ、もちろん執行上個別企業についてはお話できないとは思いますけれども、まあ、報道によれば日本に、事業所得課税が、まあ、事業所得としての課税がなされていないではないかと、なんとなればその日本にもちろん配送センターってですね、大変大きなものを作ってるそうなんですけども、まあ、それが単なる保管物品の保管ですとか、まあ、してる場所にしか当たらないからっていう、まあ、法解釈、まあ、この租税条約の、恒久的施設の法解釈によるとは聞きますが、これやはり物品のその、まあ、販売といいますかの、まあ、基本の会社で7300億円もある会社もある。一方でまたこれはアメリカの企業ですけれども、グーグルっていうところは、まあ、これは課税関係よく知りませんけれども、広告っていうですね、物品じゃないものの売り上げがまたこれ たくさんあるわけですよ。で、この場合もちろん事業所得自体は、まあ、本来上がっているはずなんですね。
日本円での売り上げというのがもちろんあるわけで、日本がにカスタマーがたくさんいて、顧客がいて、でその売り上げがこんだけの規模であるけれども、まあ、物品の場合ですら P がないんじゃないかという議論になっているし、でインターネット上 の, そのサービスの、まあ、広告というサービスの売り上げについては全くこれ恒久的施設とありようがないわけですよ。こういったものについてそろそろ事業所得課税、特に国際的な事業所得課税のあり方について、まあ、その PE のあり方を考え直す、あるいは、まあ、諸話題って言ったら言い方悪いんですけども、日本でこんだけですね、稼いでるんであれば、売上が上がってるんであれば、何らかの外形標準課税を すべきでもない、すべきではないかなとも思ったりもするんですけども、その辺財務省として何らかの検討は行われているんでしょうか。もし検討されているのであれば、その内容方向性について教えていただければと思います。山口財務副大臣。今の始終ご指摘をいただきましたが、もうご案内の通りで、この恒久的施設という話でありますが、これを持たない外国法人の事業所得については、外国法人の居住地国で課税すべきものというふうなことになっておりまして、所得の源泉地国として日本は課税をしないというふうなことになっておるわけでありますが、まあ、お話のようにグローバル化した経済環境の下での、まあ、こうした外国企業に対する国際的な課税ルールのあり方ですね、これにつきましては、もう外国法人の居住地国と所得の源泉地国による二重課税をどう調整すべきか、まあ、いうふうな観点も含めて、まあ、OECD 租税委員会等の国際機関におきまして、今議論をされておるというふうなところでありまして、私どももそういった議論を踏まえて国際的なルールに沿って外国企業に対する適正な課税の確保に努めていきたい、守っております。まあ、若干これもお話がありましたが、この OECD モデルの租税条約におきましては、ウェブサイトのみでは恒久的施設とはなり得ないというふうなことになっておりまして、まあじゃあサーバーはどうだと。サーバーにつきましてもそれが契約の締結などの事業の中核的機能を担っておる場合においてのみ恒久的施設になるというふうにはされておるところでございます。桜内文樹君。そろそろ時間ですので最後にいたしますけれども、今ご指摘いただいたように、OECD の租税委員会、まあ、そもそも二重課税の、まあ、排除といいますか、まあ、それを目的にずっともう何十年も議論し続けてきているわけですけれども、まあ、先ほど麻生大臣がご指摘されましたように、まあ、二重課税の排除どころか、今やどこにも税金払わないというところ、そういったグローバル企業に対してどう対応するのかというのは、本当これ OECD のみならず G7、あるいは G7 だけでも足りないかもしれません。ま、とにかくこれですね、国家主権にも関わる問題でもあり、そしてまたビジネスの世界で言えば、日本国内でこれだけの売り上げが上がっている企業が実際存在していながら、日本国内において、ま、税金を1円も払っていない、ま、こんなことあっていいのかというのがやはり根底にはあるかと思います。まあ、なかなか難しい問題というのは私も十分承知してはおりますけれども、まさにこの立法府であります国会においてですね、新しいその国際課税あるいは国際的な取引に関する課税のあり方というものもぜひ今後一緒に議論させていただきたいと思っております。もちろん財務省これまでの経験の中で多数各国の状況あるいはまあ、どれだけ問題が生じているのかというのも把握されていると思いますので、ぜひまあそういった基礎資料もこれから開示していただいてですね、私も個別にレクとかお願いすることが時間が参りました、はいはいはい、ありますが、ぜひこの場で建設的な議論をさせていただきたいと思います。以上で質問を終わります。